今の状況は言ってしまえば4文字で言うと飯馬ってやつです。おじさんおばさんのための eBay 輸出講座でございました。こんにちは、船原です。では今日はあずさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。あずさんはですね、 eBay 輸出で、はい、まあ、利益30万を目指すぞとやっておるわけなんですけれども、こちらにいらっしゃるね、はい、物販総合研究所の尾藤さんに、はい、eBay 輸出のね、ノウハウをいろいろ伝授していただいて、はい、まあ、日々実践していただいているということでございました、はいはい。でまあ、前回までの、ね、動画に関してはあの概要欄に貼っておりますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。あと尾藤さんはですね、ウェブセミナーで eBay 輸出の方法を詳しく解説されてますので、もし今回の動画を見て私もね、ちょっと eBay 輸出やってみたいなと思われるのであれば、ぜひウェブセミナーを受けていただければと思いますが、はい、はい、まあ、前回までね、和津さんも出品をしていただいてと、はい、売れて、はい、で発送もやっちゃいましょうということでしたね、はい、でいっぱい仕入れていっぱい売りましょうと、ここからはもうバラ色だなみたいな売れて、なんか顔固まってますけど大丈夫ですか、はい、めちゃくちゃね、これいけるやんみたいな感じで前回終わったと思います、はい、そうですね、もうなんかそっからまあ1ヶ月ぐらい経ってまして、今ですね2022年4月12日となっておりますので、まあこういうね YouTube 企画としては収益報告やりたいと。2022年3月どのぐらい上がったのかなと。まあでも売り出し始めてから2ヶ月目ぐらいな感じですかね。まあそれでもね2ヶ月でまあ売れたんじゃないかなというね、皆さんもドキドキしてると思いますんで、温まってません大丈夫です、はい、ではあずさんにちょっと発表していただきましょう。お願いします。2022年の3月、はい、売り上げはいくらだったんでしょうか。はい、3月はゼロです。ゼロ。ゼロドル。はい。ゼロです。あら。本当にすみません。ちょっとビノさん、これどういうことなんですか。あれ。これは。すみません。仕入れはされ結構されたんでしたっけ。仕入れはちょこちょこはしたんですけど、10万はしたんですよ。10万はした。あ、そうですね。なんか前のね動画でも10万は仕入れを、はい、それ出して売れば30万ぐらいになりますよね、はい、っていう尾藤さんから教えて、はい、10万ぐらいはね、はい、仕入れていただいて、それはもう達成してる感じですね。そうですね、はい、はい、10万は仕入れて出品もしてたんですけど売れない。まとめますと、仕入れて出品したけど売れない、はいはい、ゼロだったということですね。そうなんです。なるほどなるほど。伊藤さん、あらららら、どうしましょう。これは多分どっかに原因があると思います。いや、あのね、絶対に、はい、あのこういう企画は、はい、まあ、正直言いますと、はい、いきなりねスッと儲かると面白くないわけ、はい、なんでフォローまあまあフォローというか、まあ、視聴者のね方のことを代弁してるわけ、まあ、今の状況は言ってしまえば4文字で言うと飯馬ってやつです。何ですか。え、なんか人の不幸を見て飯があるねこの状況ありません、なんか人の不幸楽しいなみたいな、あんだけね、いろいろサポートを受けといたにもかかわらず稼げねえのかよみたいな、はい、合わせる顔がないですよね本当にということなんですけれども、稼げるようには絶対なるので、はい、まあ、水戸さん、なぜ稼げなかったのかっていうのを今回ですね、ちょっといろいろ聞いて、はい、あの、まあ、修正していけばいいのかなと思いますので、ぜひ、うん、ね、はい、まあ、ちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。まあちょっといろいろ聞きましょう。はい、まあ、でも水戸さんもあれですよね、ちゃんとその、はい、まあ、チャットで、はい、まあ、やり取りはされてて、やり取りはしてます。はい。はい、で、まあ、ズームとか、はい、電話とかもね、そう、電話とかもちょこちょこして、水戸フォンでね。すぐ電話してくださいみたいな感じだったと思うんですけど、はいはい、それでもちょっとそうですね、なんかちょっとアドバイスしたのを忘れてたりすることがたまにあったりしてですねなるほどですね、はい、伊藤さんのアドバイスを忘れている、はい、後から聞いたら、はい、あれそれ何でしたっけと、あということがちょこちょこありましてですね、言われたことを言われた通りにやってなかったということですね。そうですね、そういうことですよね、イコールね、はい、それはあれですか、自分なりの理論があって阿弥陀さんはこう言っているかもしれないけどこうやっとこうかなと思ったのか、あ、単純に何も考えずにやったのかってさ、どっちなんですか。忘れちゃうんですよ、本当に忘れちゃう。もうなんか多分もうおばちゃんなんで新しいことがものすごい情報量なんです、とにかく本当に、はい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 、はい、いただいた、ね、コンテンツの量もすごい量あってなるほど、見たよしと思っても抜けてっちゃうみたいな、だから多分何回も同じこと確認して聞いていることとかあって、
そうですよね、多分あれ前もこの話聞かれたかもって思われてることも多分多々あると思うんですよ。そうですね、なんかそんな記憶があります。そうですよね、はい、そうだからなんか自分でもやったことを忘れちゃってるんですよね。なるほどね、はい、だからそれおばちゃんは関係ないんでそこはまあね、ほとんどの認知機能は人間を衰えないんでおばちゃんじゃ、おばちゃん関係ない、関係ないんですけど、まあでもちょっとそれ分かります。まあ僕もね、もうよく奥さんに怒られるまたこれやってるみたいな。そうじゃありますね、すいません、確かに、はい、あとね、我々の情報量も多い、はいはい、まあ、そうですよ ね、 まあ、ねマニュアルとかすごく詳しすぎて、うん、逆にそれがこう消化するのに時間かかってるっていう、うん、そうなんです、だから多分あと慣れ、うん、なんか全くパソコンを触ったことがなかったんですよ、うん、なるほどね。職場でももうあの紙とペンなんですよ、うん、はい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 、なのでとにかく本当にパソコンを操作するっていうことにまず慣れなきゃいけないし、うん、写真撮影とかも撮るの子供ぐらいしか撮ってないじゃないですか、はいはい、普通にね、うん、主婦してたら、うんうんうん、だからそのものをどうやって綺麗にこう際立たせるかっていうか、なんかその雰囲気とかっていうのも難しいし、とにかくこう一度にその情報がすごく頭の中に入ってくるので、多分それがやっぱり紹介しきれない。まあ、今動画見てる方もね、多分ものすごいうなずいてると思います。すね、分かると、分かりますと。パソコンとか無理ですよと。はい。まあね、僕らはね、はい、もうずっと使ってるから、まあ、パソコンは簡単なんですよ。そうですね、言いますけど、はい、まあ、実際ちょっとまあゼロ、うん、ゼロからですね、うん。そうです。本当にやり始めるとなるとね、はい、まあちょっと。はい、まあ、不慣れなところもあり、はい、時間がかかるっていうのは分かります、はい、なんでもう慣れたところですね。バッチリじゃないですけど、だいぶ慣れました。そうですね、はい、1ヶ月過ぎてだいぶちょっと良くなってきた傾向にはあるんですよ、はいはい、いろいろな部分であのこうやった方がいいですよってことができるようになって、はいはい、できるようになってきました。おお、はい、じゃあ進歩ですね、はい、そうですね、はい、じゃあ4月はもう、はい、4月はおまけ絶対いけるはずです。頑張ります。行きましょう。はい、行きますあ、でも仕入れはいっぱいやってるんですよね、まあ、仕入れはなんかね、そんなパソコン使ってバラバラとかその写真撮ってとかないんで、うんうん、そうですね、ただでも仕入れも、うん、こうヤフオク仕入れがメインなんですけど、はい、他のライバルの人たちがすごい強気なんですよね、はい、結構夜結構遅い時間に終わるのが多くて、うん、で今までは本当に10時ぐらいには寝てたんですはい、はい、が終わり時間が10時のがほとんど多いので、で見守ってないとすぐにこう売り越されて、うん、落札できないこともたくさんあったんですね、はいはい、だ最近はすごい頑張ってます。なるほど、うん、ずっと見てここまでだったらまた入れられるかなっていうのを入れてやっていってます。ミドさん、これって、はい、まあ、僕は結構そのヤフオクやってた方なんですけど、はい、見とく必要あります？最終ずっと、ここぞという商品はやっぱりちょっと見といた方がいいかなっていうのはあります。例えばこの商品1万円以上は絶対入札しないで決まるじゃないですか、はい、まあ、利益、はいはいはい、で2万5000円で売れるから絶対1万円にしとこうみたいな、はい、でも1万円バンってやっとけば終わりじゃないんですか？これがやっぱりね、あと500円出せば仕入れられるっていう時があるんですよそれ分かんないですよね、はい、自動入札に、はい、まあ、そう割り切った方が良くないですか？なんか僕はそう思うんですけど、はい、でもそうすると仕入れられないんですよ、本当に。それは数を売ってないと思うんですよ、僕。その金額で仕入れられないってことは、そもそもリサーチが間違えてるっていうことになるんで、まあ、仕入れられなくてもマイナスはないわけなんで、もうガン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 入札しといたらいいかな。また、あ、入札もね、その今だとスナイプツールみたいなのが、ね、あるので、この何時何分に入札しますみたいなツールを使えば、あとはもう忘れるぐらいの。気持ちがいい気もしますけどね。もう僕も10時寝るんで、はい、なんとも言えないですけど。本当ですね。あ、寝ます寝ます寝ます。はい。まあ、あとは一個一個仕入れてるじゃないですか、多分。あ、そうですね。でもやっぱり大量セットをとにかく絶対週に1個は取るとか、あ、その一つだけを絶対狙うっていうやり方でもいいかなと思います。うん、はい。これは絶対取るぞって言って、その時だけは起きてるんですよ。うんうんうん、そしたら他のもの見なくていいので。うん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 、やり方もありますね。なるほど、はい、まあでも仕入れはちょこちょこできてるということで、うんうん、はい、また出品ですね。出品ですね。出品もしてるんですよね。してます。してるけど売れない時の原因っていうのはどんな感じなんですか、尾藤さん？これはやっぱり写真が良くないとか、はいはい、まあ一つは写真ですね、はい、写真ですね、はい、あとはタイトル、タイトルだけも良くない、はい、良くないとか、まあ、あとそもそもそのお店自体が出品数が少ないので、はい、お客さんに見られる数がやっぱり少ないんですよ。あ、まあ、出品数が少ない。少ない。なのでそれをどういうふうに集客していくかとか、うん、っていうところになってくると思います。はいはい、価格が高すぎるってことはありますか？
価格が高すぎるっていうのもあると思います、はい、相場の範囲以外のところにちょっと根付けしている可能性もありますね、うん、オークションとかでも出品されてます？オークション出品も伊藤さんに教えていただいて、うん、はい、3日に1回今、はい、今ようやく、あ、いや、それはやり始めた、やり始めた、まあ、でもそれ前やろうって言ってませんでしょ、はい、そう、言ってたんですけど忘れちゃうと思うそう、だから出品数が少ない中もオークションして集客をしようっていう話だったんですけどだから集客ができてないっていう感じになってきてますね。あー、なるほど、はい、ね、頑張るしかねえな頑張るしかないですね、はい、ということで、まあ、3月はゼロになったので、まあ、4月はもっとね、はい、売るために、はい、ちょっと今日は尾藤さんにちょっといろいろお力を借りると、はい、いう感じで、まあ添削ですね、はい、うん、あの、まあ、出品もされてるということだから、はい、あの、どういう商品をね、まずそもそも選んでいるのかということと、はい、あと出品してるそのページ、はいはい、見ていただいて売れる状態にしていただき、はい、なんとか4月は5万利益ぐらい出したいなと思うんですが、いかがでしょう。5万利益、まあ、あと18日しかないんですけど、一応目標は50万ぐらい、はい、売上げちょっと高めに設定してるんですよ。はいはいはい、はい、あ、売上50万一応目指してます。お、マジですか。今、まあ、実は4月になってちょっと売れ始めてきてるんで、おお、はい、じゃあその辺もちょっと見させてもらいながら、はいはい、売上50万だったら利益で、はい、もしかしたら10万、10万ぐらいいけるかもしれない。下向いて頑張れば下向いてません下向いてませんはい、じゃあ売上50万利益10万目指して頑張りたいので、はい、添削の方ですね、はい、お願いしたいと思いますね、はい、じゃあパソコンの方に行きましょう、はい、ます。じゃあ、伊藤さん、はい、まずさんを月収、はい、30万にしてください。わかりました、お願いします。あのね、僕からできるアドバイスとしては、もう伊藤さんが言うことをただひたすらやる。わかりました。これが全ての解決策です。そうですね、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい、今まずどういうラインナップを出してるのかちょっと見たいですよね、うんうん、はい、今見たら40品出してるので、おお、結構出品したじゃないですか。出品しましたね。ありがとうございます、はい、頑張りました。はい、うん、はい、ちなみに40品ぐらいだとそこまでやっぱりそんなに売れないんですよ。そうですよね。そもそもなんですけど、いや、もっともっと仕入れて、はい、もっと出品、そうです、基本的に100ぐらいは出さないと安定はしてこないのかなと思います。ガンガン出品しましょう、はい、ガンガン仕入れてガンガン出品しましょう。ただ40の中でもどういうものを選ぶかでもやっぱり売れるスピードっていうのは変わってくるんですよ。なるほど。どういう基準で仕入れたのかっていうのをまず見たいですね。はい、基準はい、まあ、出品してるの見ましょう。とりあえずじゃあ、はい、ちょっとまとめのやつ見せていただけますか、その一番上のやつ、はい、一番上の、はい、ホールセールロット47、はい、プレーセール、はい、あ、はい、あ、いいですね。こういうまとめ売りは結構売れやすいと思います、うんうんうん、ただなんですけれども、はい、ちょっと商品が機種が多機種すぎるかなと思います。あ、プレイステーション2、3、4、2みたいな、はいはいはい、あ、やっぱり同じ機種をとりあえずまとめて仕入れたいっていう人が多いので、なるほど、あ、じゃあ分けた方がいいかなと思います。まずそもそもこれ、あずさん、もしかして、うん、ヤフオクでこれ仕入れたそのまま出してる感じですか、それともご自身で一旦こう整理して組み合わせて出してる、どっちですか。両方ともあるんですけど、でもこれは仕入れたやつはそのままになります、はいはいはい、あ、なるほどなるほど。でちょっと一つ気になるのが、うん、この1枚目の写真でどういうゲームが入ってるのか全然わからないんですよなるほど海外の人って検索した時に一覧がこう出るじゃないですか、はい、その時に1枚目しか見ないんですよ。1枚目その写真でしか判断しないんですよ。あ、なのでここでどういうゲームがあるのかっていうのを1枚目で分かるようにしてあげないと、そもそも多分クリックされてないんだと思います。うん、なんかこれだとね、なんか積んでるやつしか見えないですね、うんうん、はい、これが例えば100セットとかだったら、うんうんうん、多分、あ、100もあるのかって思って検索っていうかクリックしてもらうと思うんですけども、47だとちょっと数的にも弱いんですよ。あ、そうなんですね、はい、逆にこういったことで47とかじゃなくてもう10でもいいからシリーズ揃ってるとか、はいはい、機種揃ってるとかの方がいいって感じです、はい、そういうことですね、はい、なるほど。なのでこれ今見えるのがファイナルファンタジーだと思うんですけど、はい、例えばファイナルファンタジーだけで揃えるとか、うーん、で10個セットとかにした方が売れやすいのかなと思います。これでも売れなくはないと思うんですけど、はい、そっちのは売れやすいって形ですね。そうなんですね、はい、そっか。他はどんなありますか。他のも、あ、結構ロットが多いんです ね今上の方に来てるのは結構まとめ売りがあって、はいはいはい、あとは
単品系もあって、となんか本体とセット売りみたいなのもあります、うん、本体はいいですね、このドリームキャストの本体。あ、これ、はい、基本的に本体は売れやすいので。あ、本当ですか、はい、ただこれ価格がどういう感じなのか、相場ですね。一応売れてるのを、はい、見て、はい、この値段にしてみたんですけど、はい、ただちょっと送料もかかるので、はい、他の方は割とフリーシッピングとかにされてる方も多くて、はい、でちょっと送料で50取ってるんでどうかなとも思いつつ、このただでもそうするとちょっとこうマイナスになっちゃうんですよね、はい、なのでとりあえずこの価格で出してはいいんですけど、現在の価格ちょっと見てみますか。ドリームキャストコンソールで、はい、あれですね、キャストとドリームキャストそう、はい、あ、ここにそう、こういう半角スペースのあるなしでも検索順位変わってしまうので、なるほど、はい、基本的にまずは最安値順にしてもらってもいいですか。あ、はい、はい、現在の一番低いところ、基本的にやっぱり最安値が売れるんで。あ、はい、そうか、これはオークションなので、はい、即決でどういう感じかっていうところですね。これですかね、はい、57ドル、はい、これはただ本体だけなので、うん、先ほどコントローラーが1つついてる、はい、コントローラーと、はい、アダプターとか、うん、あ、コードですね、うん、その出力用のコード付き、はいはいはい、多分これが似てると思います。なるほど、なるほど、うん、はい、ただこれちょっと黄ばんでるので、うん、これよりも高くは売れるはずです。あ、なるほど。なのでその次ここですよね。はい、そうですね、はい、これよりもやっぱり安くするか、うん、同じ価格にしないとやっぱなかなか売れないと思います。あ、なるほど、はい、自分の状態ですね、うんうん、付属品の有無とかを確かめてライバルよりも、うんうん、やっぱ基本的には安くしないと売れにくいので、うん、そうか、はい、じゃあこの人はフリーシッピングで、うんうん、その付属品によって値段が変わるっていう、はいはいはい、ことなので、はい、私は今109ドルになっちゃってるから、うんうん、はい、30ドルぐらい下げれば、はい、いけっかなみたいな、いける感じですね。下に仕入れはいくらぐらいだったんですか。え、これ仕入れいくらだったっけな、はい、そこを見越して4000円ぐらいだったと思うんですけど、そもそも仕入れないとダメってことですね。そうですよね、うんうん、そもそもまずあのすごく重要なことは、はい、買う人は仕入れ金額なんか全く関係ないんで、はい、私が4000円で仕入れたから5000円で売れないっていうのは売り手都合でしかないんですよね、はい、eBay で5000円で売れてるっていうのがあると、はい、うん、はい、うんうん、その事実があるんだったら、うん、あずさんが5000円で仕入れようが1万円で仕入れようが1000円で仕入れようが、その金額で出さないとダメです、うんうん、仕入れ価格を忘れてください、出品するときは。わ、はい、かりました、はい、だから今売れる価格で出さないと一生売れないんで、あ、はい、もう仕入れちゃったことはしゃあない、はい、それでマイナス出るかもしれないから売らないっていうのが一番困る。なるほど、今売れる価格にした方がいいですよ。わかりました。そうですね、価格改定しちゃいます、今しましょう、はい、え、じゃあ30ドル引いて29ドルにってことですね。これって尾藤さん、例えば、はい、フリーシッピングで70ドルにするのか、20ドルでシッピング50ドルだったらどっちがいいかとかっていうのはあるんですか、うん、これは、まあ、ちょっと詳細にもよるんですけども、とりあえずフリーシッピングって、はい、eBay 上でめちゃめちゃ SEO 検索順位が良くなるんですよ。あ、なるほど、はいはい、なので皆さん結構フリーシッピングにすることが多いんですね、うんうんうん、ただ特にゲームなんですけども、お客さんまとめて買う方がすごい多いんですよ、うんうんうん、なので実は送料別の方が結構同梱してもらえる確率が高くなります。なので例えばフリーシッピングで99だとしても、うんうん、僕らが本体価格で50ドルで送料が50で合計価格は僕らの方が高くても、うん、なんかあずさんの別の商品を買えば送料が安くなるって分かれば、うんうん、高くても買ってくれます、うんうん、はい、要は送料割引けばバイヤーにとってはお得になるので、うんうんうん、なので先ほどちょっと下げるって言いましたけど、完全に最安値は下げる必要はないのかなと思います。あれですね、フリーシッピングで出してる人から何個か買っても、もともと送料がタダだからそれ以上安くなることはないけど、はいはいはい、私みたいになんか送料取ってる人から、はい、何個か買ったら2個目は送料タダだよみたいな感じでお得感が出るってことですもんね、はいはいはい、そうそうそう、でこれが消費数が多くなって多くなればなるほどめちゃめちゃ同梱されるので、うん、あ、そうですよね、だから実際に最安値の方が売れますけど、そこまで下げる必要はないっていう感じですね。じゃあ 29.9 ぐらい、じゃあこれで、はい、はい、これが相場ってことですね。これは相場です、うん、つまり3000円ぐらいで売れますけど、はい、これ以上で仕入れてたらもうそもそも仕入れた時がもう間違いだったってことなんです。そうです、そうですね、はい、いくらでした、多分4000円ぐらいだったと思うんですよね。結構高いですね。高いです、はい、それはやっぱり箱説とかある程度もう備品な状態な仕入れ価格ですね、それは。あ、
それであれば4000仕入れて1万とか1万5000で売れると思います。あ、はい、ちゃんと動作がしてるかしてないかがすごい心配だったんですよ、はいはいはい、動作確認してないものは買いたくないなっていう思いがあって、はい、あで、まあ、それ買って届いた時に家でもやっぱり動作確認してちゃんと使えてたんで、はいはい、これならいけるかなっていう思った値段だったんですけど、はい、動作確認はゲームであればほぼ動作するので、うん、本当ですか、はい、あのよほど仕入れる時になんか壊れてそうな感じだとか、うん、こう黄ばんでいるとか、その見た目であまりにもやばい場合はこれは動かなそうっていう判断はしてもいいと思いますけれども、ある程度だったら大丈夫だと思います。はい、わかりました。いや、それでちょっと今リスク取らなさすぎて、はい、逆に高く仕入れても儲からない、はい、売れないっていう状況なんですよ、はいはい、なるほど、はい、一回も傷を負いたくないがために、はい、めちゃくちゃ逆に厳しい道行ってる感じがしますね、はい、まあ、あるあるなんですよこれって。実は転売始めてるの人があるあるで、はいはい、1円も損したくないから絶対にミスらない方法とかやってるとマジで仕入れられないしマジで売れなくて時間だけが過ぎていくっていう状況じゃないですかね。まあ、これあるあるですよね。まあ、そうですね。多分今でも今おっしゃってたことを本当そのまんまそうだなって思いました。わかりました。失いたくないですよ、お金失いたくないし、そうですね、ミスしたくないし、うん、怒られたくないし、ね、まあ、それはノウハウ云々の前にマインドの問題ですね、まあ、僕らねビジネスマンは別にね、はいはい、あのこう刺されようが、はい、最後で、ね、勝てばいいんで、ね、はいはい、そうですね、はい、本当にあのどんだけ傷つこうが最終で1ヶ月後に頂上に立ってたらいいって感じですけど、はいはいはい、1回も刺されたくないですよね、はいいや、わかります。そう、普通そうだと思います、はい、普通そうなんですけど、はい、まあ、ちょっとそのマインドちょっとね、はい、ミスばっかりしていいわけじゃなくて、はい、ミスる前提でスピード感持ってやっていく、うん、で、買う側も多分そこまで気にしないですよね、うん、なんかね完璧動作するやつしか買わないみたいな、はいはいはい、そういう人はめちゃくちゃ高いの買いますもんね。そうですね、そうですか、中途半端なのが一番ダメです、うん、勉強になります、はいそうなんですね、はい、多分あの価格設定とかもそれがすごく反映してると思います、うん、なんか絶対に儲かる価格で出してて、うん、でその絶対に儲かる価格が基準の仕入れしてるから、はいはいはい、もう仕入れた時点でどうしようもないみたいな、はい、じゃあマインドを変えればいいんですかね。マインドは変えた方がいいと思います、はい、例えば、まあ、僕もねこういう転売ずっと教えるときに言うのは10回なんか勝負して8回買って2回負けるぐらいでも全然利益出るんで、そうですね、はい、で10戦10勝狙っていくと何もできないんですよ。本当にそうっす、はい、車のね運転とかだとね10回やって1回事故してたらもう終わってますけど、はい、そういうのじゃないんですよ。そういうのじゃないんですよ。車の運転じゃない。そういうのじゃないのか。そういうのじゃないんですよ。そういうのじゃないんですよ。はあ、でもなんか そうかそうですね、聞いてください。一打ですら10打席立って3回しかヒット打てないんです、うん、本当ですよ。あの一郎ですらいい時よみたいな僕らが10回中10パス当てるの無理でしょあの一郎ですら確かに、はい、本当ですね。なるほど、ね、なるほど、うん、そうか、そう、ね、なんかちょっと今パン見てて思いました、うん、はい、損したくないとかっていうのはやっぱり はい、あるな。いや、もちろん損してっていうわけじゃないですよ、うん、はい、あのどこまでやっても完璧にはならない、うん、僕の中では、うん、利益がもうゼロで50万売ってる人と、はい、利益ゼロでゼロの人だと、まあ、利益ゼロだけど50万売った人の方が上にいます。あ、まあそうですね、うんうん、なるほど。だって売ってるから50万売らないと10万絶対儲からないけど、はい、ね、そうですね、ゼロの人は絶対儲からないんで。そうですよね、損も出ないけど。そうかそうかそうか、だから50万売ってマイナス5万とかの方が、はい、頑張りましたねみたいなことをね言えるんですよよく言うじゃないですか成功の反対は何ですか失敗でしょ。成功の反対は失敗じゃない何もしないことだよく言うじゃないですか。そういうことですよその言葉はでも初めて聞きました。ですかよく聞きますけどね、まあ、よくあるね。本当ですか、はい、分かりました、はい、でまあ失敗しろとは言えないけどじゃんじゃんねこう前進んでいく、はい、でね、まあちょっとすみませんマインド論だったんですけど全然全然尾藤さん行きましょう、はい、ちょっとノウハウ的なことやらないとね、はい、YouTube 意味ないそう考えると、その他のもある程度相場を見て、はい、ある程度仕入れてはいるんですよね。今のはちょっとあれでしたけど、そもそも一応その売れてる値段とかを見て、うんうん、テラピークも見て、でヤフオクの落札相場みたいなところも見て買ってはいるんです。ただ現在の出品されてる最安値価格とかも見てる感じですか？あ、最安値価格？はい。
は見ますけど、あんまり気にしてない。すごい安い人いるんです。でもそのすっごい安い人を基準にしちゃうとそもそも仕入れられなくなっちゃうんですよね、うんうん、それでちょっと分かります。それ分かりますね、はい。まあ、いろんな価格帯で売りたいけど、はいはい、例えばドリームキャストだと、はいはい、50ドルで売ってる人もいれば、はい、100ドルで売ってる人もいれば、はい、20ドルで売ってる人もいれば、あ、そうそうそう、どこを参考にすべきですかっていう、はい、あ、それもあります、はい、確かに。どうなんですか、それは。これはやっぱり基本的に最安です。そう、はい、最安売ってもまあトントンぐらいになるような仕入れだったらいける、まずそこです。そこを目指すのが一番です。あ、僕もなぜ最初結構ガンガンいけたかっていうと、とにかく最安値で売れるようにしてったんですよ。全部最安値にしてそれ以下、半値以下で仕入れられるようにとにかく工夫していったっていう感じですね。まずそこは見極めていきました。半値以下での仕入れが難しいんですよね。単に手数がやっぱ、はい、少ないんじゃないですかね。そうなんですかね。1日何件ぐらい入札してますか。入札は見ましょう。ヤフオクのそうですね、ヤフオクの入札で行きましょう。入札するのは多分10件ぐらい行ってると思うんですけど、これなんですけど、はい、僕の例えば生徒でヤフオクの今出品されてる商品、はい、全部見る人いるんですよ。本当ですか、はい、よく見れますね。めちゃくちゃいっぱいありますよ。そう、全部見るんですよ。で、1回見ると見えるんですよ、何かが。そうすると2回目から新着だけで良くなるんですよ。あ、全部までとは言わないんですけども、ある程度見て2回目からもう新着しか見なくなるんですよ。例えばセガサターンで検索して、はい、セガサターンの今度はもう新着しか見なくなるとか、うん、っていう風に1回ちょっと多くやって徐々に少なくしていくっていう方法ですね。あ、はい、でもさっき言ったように、はい、忘れっぽいんですよ。だから私1回見たやつを、はい、本当に効率悪いんですけど、もう1回また eBay です検索し直しちゃうんですよ。うん、それはあると思いますけど ね、まあ、ね、まあ、その場が頭にまだ入ってない、はい、そうなんです、はい、本当にその繰り返しで入っとくんですけど心配になっちゃうんです。これで本当に合ってんのかなってまた見ちゃうんですよ。なるほど、まあ、それはやっぱ完璧を求めすぎてるかもしれない。真面目なタイプなんだね。そうだね。僕今ちょっと聞いた感じ、はいはい、やっぱ10件入札っていうのは少ないなと思う、はいはい、あ、本当ですか、はい、だって50万売るってことは1日に1万6000円売るってことなんで、はいはいはい、ということはその単価は分からないですけど、まあ、1日多分5個ぐらい売れないと難しいんじゃないですか、3000だったとして。そうですね、3000だとしたら1日5個仕入れないと。そうですよね、はい、それなのに10件の入札だったら、うん、多分入札成功率って多分10分の1か5分の1ぐらいじゃないですか。うん、そうかもしれないです。私最近はもう入札し直しとか結構しちゃってるんで。それは僕はね、その高く仕入れちゃう原因になるか、僕は本当にやめた方がいいと思いますよ。だって1000円で仕入れようと思ってるのに、どんどん値が上がってって2500円になっても、あ、そうそう、仕入れちゃうわけじゃないですか、はい、1000円で仕入れないと儲からないのに。そうなんですよね、はい、意味がないと思うんですよ。1000円で仕入れといてそれ以上の価格で仕入れるための時間、それはすごく無駄だと思いますけどね。今だからもう入れちゃえばいいんですよ。例えばね、はい、行きましょう、上から。あ、もう、はい、すでに僕のおすすめはですよ、うん、じゃあ一番上のセガサターンの、はい、これ、はい、これっていくらまでで仕入れられたらいいんですか。基本的にはもうこういうロットはもう100円単価で決めちゃうんですよ、うん、1個何百円って。これは例えば店舗とかに行くと100円とかっていう風にもうある程度そういう相場があるんですね、うん、はい、まあ多分1個1個ヤフオクで調べても100円とか200円とかあるんで、はい、ゲームって、うん、で大体100円から200円ってもう決めちゃうんですよ。でもこれ14個で1400円だから、はい、1400円だからちょうどいいんですけど、これなぜかというと、これここに未開封がおそらくあるんですね。おお、はい、これ未開封いくら、はい、未開封でどうするかとか、例えばこれ麻雀ですね、はい、これ実はメルカリとかヤフオクとかだとちゃんとやればめちゃめちゃもっと高くなる。あ、そうなんですね、はいはい、これは実はそうなんですか。だからこの知ってる人はこれをメルカリで例えばまとめて5000円で売ったりとかする人もいるので、うん、そういう仕入れ価格も入ってくるんですね。いや、ざっくりどんぐらいですか、はい、2000円ぐらいですか。ただ僕は eBay 目線で言うと今この価格が限度ですね、うん、はい、じゃあもうこっち切りましょう、はい、次バーチャファイターリミックス、これいくらなんですか。これはもう高いですね。おお、これバーチャファイターリミックスってそもそもヤフオクで調べてほしいんですよ。これ最安値順にしてもらってもいいですか。もうそもそもこれ200円であるんですよ、うん、さっきの500円ですよね。これなんで500円のやつを持ってきたんですか、はい、あ、もうとりあえずこれは売れ
そうだよねって思ってウォッチつけたんですよ。で、仕入れようとかじゃなくて、ギリギリの時間になって eBay とヤフオクとこのページとみたいな感じで見てから入札っていう。そのフローがかなり効率悪いですね。なるほど。はい、だってバーチャファイターミックスこれどうなんかな調べるときに100円だったらいけるっていうのはまず調べるわけじゃないですか。はい、それダメだったらもう無視、無視ですね。あ、だからさっきウォッチをつけている理由がない気がします。なるほど、はい、そうですね、そうそう、どんどん行きます、はい、これは3つ目ゲームボーイアドバンス。これ多分全然売れてなかったと思うんですよね。なんか再出品再出品になってるやつだったと思うんですけど、はい、うん、安くなる時あるかなと思ってウォッチつけてる。あ、そう、そういうのを混在してるとなんか難しいですね。確かに確かに、そういうのはもう必要ないです、基本的に。あ、そうなんですね、はい、じゃあさようなら、はい。僕がめちゃくちゃヤフオクシールしてた時は、うん、はい、ウォッチも使わないですね、なんか、うん、もう入札してますね。あ、なるほど、なるほど。あ、その、はい、もう見て、もうその時に入札して1000円以上絶対仕入れないと1000円って入れとけばいいだけじゃないですか。あ、はい、多少はそこで早く入札することによって値が上がってしまうことあるんですけど、それは無視です、まあ、それが嫌だったらスナイプツールス使うかですね、はい、どうしても仕入れたかったら、あ、そうですね、どうしてもっていうか、そのね、これヤフオクの入札方法って結構特殊で、1000円って入れといたら、もしそこで1000円とか1500円とかね、800円とかで入札してる人がもういたら、そのちょっと上にまで自動的に入札しちゃうんで、はい、できるだけギリギリ入札した方が安く、うん、あの落札できる可能性がちょっとだけあるんですよ。うん、そのちょっとだけのためにスナイプツール使ったりもするんですけど、まあ、そこ もう無視するとかですかね。うん、このあれはどうですか。これですか。はい、さっきと同じ人です、はい、これは100円ですもんね。これも100円相場で言う。ただね、これよく見るとね、全部未開封じゃないか、これ違うかな。全部未開封か。下に書いてないですか。傷や汚れありってなってましたね。あ、開封はされてるか、開封はされてるか。あ、でも未開封もありますね、うん、そうですね、うん、ただね、未開封の本当のシュリンクなのかはちょっと判断できないですね。あ、ほら、あ、単に自分であった可能性、はいはい、あ、でもただここにもシュリンクのこのこれがあるんで、もともとの、はい、ペリペリ剥がす、はい、ペリペリ剥がす、なのでこれは全部が未開封だと判断してもいいかなと思います。あー、バーチャル入ったリミックスですね、はい、それ、なのでこれは eBay のそれぞれの未開封の相場見て、ある程度の仕入れ価格を入れていくって感じですね。なるほど、はい、あ、でもちょっと違うのもあるんで、いくつかは。そうなんですよね、はい、ただ帯付きだと思って、うん、ちょっとざっくりね、やらないと難しくないですか、うん、こういうロットな感じはね。そうそう、売る方もそんなに多分スコイン1個で高くないからロットにしてると思うので、プロですね、この人多分売ってる人は。プロですね、うん、なんかそんなお宝はないと思う、うん、ちょっと難しくないですか、そういうの。微妙ですかね、これ調べるのが多いんでね、ちょっとこれは調べるんで、こういうのは一つ一つ調べて、うん、ある程度決めていくので、こういうのも外していきますか。相場感がね、うん、相場感が身につくっていう利点もあります、はいはい、利点もあります、はいはい、いや、それはもうだって、ね、そうですね、1ヶ月前のアズさんと今のアズさん全然相場感違うわけです、はいはい、そうですね、そのなぜ違ってるかっていうと、日々リサーチをして、うん、あー、バーチャファイターリミックス新品やったら、うん、eBay で1500円売れてるわみたいなのがあるからだと思ったんです、はいはいはい、そうですね。ただね、こう eBay ってゲームのこういうレトロ機種の未開封って実はそこまで回転が速くないんですよ、うん、動きが遅いんで、うん、僕は結構未開封を結構外すこともあります、初期からです、ね、初期から、はい、今は狙うべきではない、うん、狙うべきではないかもしれない、もうちょっとアカウントが強くなってきてから狙った方がいいかもしれないですね。小見堂さんから見て、このどれが異業させそうみたいなのってあります？クリスタルはね、はい、いいと思いますけど、パッと見てアズさんの調べてるやつが何かって分かります？例えばそのシャイニングフォースとか、はいはいはい、まあ、シャイニングフォースはなぜか調べたってことですね。シャイニングフォースは、あー、いいと思います、これタイトルはいいと思います、はい、うん、そもそもシャイニングフォースを調べて今落ち入れてるじゃないですか、はい、何個か、はい、こう来た時に、あ、シャイニングフォースって eBay でいくらぐらい売れてるかっていうのは分かるんですか？また見るです、うん、それをまず相場を頭に入れた方がいい、はい、まあ、今でも全然見てみると思います。シャイニングフォース、はいはい、シャイニングフォースちょっと調べてみましょう、はい、これですね、さっきの、うんうん、ソールド見た方がいいですか、うん、ソールド見ましょうか。これはどういう価格帯を相場っていうか見て、私買うんだったらでも1000円ぐらいで買えたらいいなって思ってるんですけど、はい、うん、高かったですね。
最近落ち着けてたのは、ね、はい、1000円でも全然利益出なくないですか、その、うん、あ、そうですよね、送料無料ですもんね、みんな。あとはその、あ、こういう感じでセット売りにしようとも思ってたんですよ、私、そのシャイニング系列で、うん、そうですね、セット売りで3、4000円ぐらいだったら今の価格で売れると思いますし、あ、今3つも見たら多分2000いくらだったんで、はい、6000円になっちゃいますもんね。そうですよね、はい、じゃあダメですね、うん、ダメだ、そう、でも例えばじゃあその今、うん、僕がですよ、はい、もうやるんだったらシャイニングフォースって普通にヤフオクで仕入れて、はいはい、調べてみてくださいね、はい、検索、検索、はい、調べてください。で安いのがあったらとりあえず入札しとくとかでいいと思いますけど、うん、そうですね、もうなんかワンチャンね、はい、買えることも、はい、まあいっぱいぐらいあるんで、シャイニングフォース、おっ、さっき出た、もうここまで来たらもうダメですもんね、1000円、3つセットで売るんだったら全部で3000円とかでもいいかもしれないですね、はい、だから1と2と3それぞれの相場を調べて最安値に入れとくでもいいかと思うんですけど、うん、はい、とりあえず1個ずつ見た方がいいですか、1で見ましょうか、じゃあ入れない方がいいかもしれないですけど、この3を入れるか入れないかでも変わってくるんで、ヤフオクの、はい、しかもこのセガサタンもセガサタンじゃなくて SS ですね、略称、うん、機種の SS で調べるっていうだけでも変わってくるので、出てくるものが、はい、だからセガサターンシャイニングホース SS シャイニングホースって両方調べるんですよ、はい、多分そこ足りてなかったですね、はい、で最安値はとりあえず入れてくるっていうか、うん、はい、さっきこれ200円ありましたよね、はい、これでじゃあ入れておいてもいいよっていう感じですかね、はい、うんうん、あと2、3がどっかで安ければ普通にもういけるんで、さっき200円安いですか、安いっていうか相場ですね、200円は、はい、100円の時もあります、うん、うん、シナリオ2と3が少し高いんですよ、シナリオ1は安いんですけど、あ、まあ、そうでしょうね、はい、2、3の方が持ってる人は少ないですからね、はいはい、2がないですよね、2がもしかしたら高いのかもしれないですね、とりあえず1を入札するだけして、うん、でもあれがないんですよね、説明書、そう、まあそういう時はちょっとやめとくっていうか、うんうん、あとはこの人がシャイニングホースト他の出してないかってところも見た方がいいかもしれないですね、うん、常に、そうすればもしかしたら同梱してくれてまとめて送ってくれる可能性があるので、はい、1、2、3いくらで買えれば儲かるんですか、全部、僕はだいたいいつも3、4000円ですね、はい、1、2、3は、はい、1が絶対僕100円で仕入れるんですよ、100円じゃないと仕入れない、なるほど、はい、2が1000円、3が、うん、2000円ぐらい、なるほど、はい、今見た感じ全部ないですね、はい、ないです、ちょっとないですよ、はい、だから出てきた時にそれが取れるかどうかっていう感じですね、はいはいはい、ここでなんかアラートに入れとくっていうのも一つの手、そうそう、ご自身で、ね、今、うん、尾藤さんが言ったのをちょっと記憶してどっかに書いて、はい、1だったら100円で、はい、2だったら1000円みたいな、はい、それを毎回、はい、調べてるともう時間がいくらっても足りない、はい、そうなんですよね、はい、分かりました、じゃあこれはなし、はい、はい、はい、他なんか行きたいのありますか、こうちょっと狙ってたんだよね私みたいな、あ、この中でですか、うん、ちょっと気になったのがあったんですけど、はいはい、ちょっと上でいいですか、これいいですね、あ、でもこれ高いか、聖剣伝説のこのアドバンス SP ちょっと高いですね、そうですよね、はい、ちょっと高いです、外しちゃったんですよ、そう、ニューファミコンを仕入れたいんですけど、はい、やっぱりどんどん上がっていくんですよね、はい、値段が、はい、どうしたもんかなと思ってもうそういうのはニューファミコン今調べてみましょう、じゃあ、はい、ちなみにニューファミコンいくら出る予定ですか、状態が良くて、うん、全部コードとかとコントローラー2つついてて、もうすぐ使えますっていう状態で100ドル、うん、くらいで、あ、そうですね、大体それぐらいです、それ合ってます、100ドルで売れるってことですね、はい、仕入れはいくらなんか5000円ぐらいでまでは出す、うん、はい、そうかな、 OK です、それは OK、はい、100ドルプラス送料で売れるんで、だから5000円ぐらいであればもう入札しちゃいましょう、はいニューファミコン売れるんで、これまだ1万円あるじゃないですか、 あ、そうですね、あ、これこれも入れとけばいいじゃないですか、5000円とかとりあえず、うん、いや僕はねソフトついてるけど、ソフトはもうこれね、うん、値段あるないようなもんなんで、入札します、もう、うん、今現状この下とかは見ないんですか、いやいや見てもいいですよ、見てもいいんですけど、はい、もあんまりソフトはそんなにいいやつじゃない、あ、ソフトあんまりこう値段に影響しないと思うん で、うん、でニューファミコンのその、まあ、そのニューファミコンは見てよ、うん、はい、さっき言ったちゃんと完品なのかみたいな、はい、
そうですね、これ完品なのでもう少し高く売れるかなと思います。箱節付きだったら。あー、コードが見えないんですけど、アダプターみたいな動作確認済みですってかは書いてあったんですけど、コードないんだったらコードを買って足さないとダメなんで、うん、それ分は引いた方がいいですかね、はい、コードもだけで売ってるので普通に Amazon でも買えるんで、はい、互換品とかも安いのがあるんですよ。例えばもう5000円で今、印刷が、うん、僕ならね、うん、そうですね、じゃあ真似する。あとあの送料も考えてください。これ1000円なんです、送料4000円だね、じゃあ、はい、とりあえずですね、はい、この方式のいいことは、はい、あのもう忘れちゃうってことです、ここで。なるほど、はい、自分が入札したことを忘れちゃう、はい、でもあとはもうこれで買えたらラッキー、買えなくてもノーダメ、これをなんか1日100ぐらいやっていけば、なるほど、まあ、5個ぐらいは仕入れられますけどね。だからこれニューファミコン、はい、全部やっちゃえばいいんですか。そうですね、これはあれですよね、汚いです、ちょっと汚いですね、うん、そうですよね。あとでもこれだけじゃ動作しないですもんね。あれもう一本いますよ、いりますもんね、コードが。コードいりますね。そうですね、結構この値段で置いてて売れてないってことは、価値がそこまでないってことですね。そうですね、これも汚いですね。これいいじゃないですか、コントローラーがないんだ。あ、そうですね、うん、コントローラー欠品ですね、うん、はい、でもこれで4000円なんですよ、すでに、はい、送料が別なんで、そしたらこれもちょっとスルーした方がいいですよね。でも完品で5000円ってことはもうこれそもそも仕入れ対象に入らないんで、コントローラーがない、はい、だからもう忘れていいんです。なるほど、だからあとその下は全部忘れましょう。もう、あー、もう高いから、仕入れ対象はないってことですね。なるほど、まあ、もしかしたらその下にものすごいいいやつがあるかもしれない。そうなんですよね、まあ、ガチ新品みたいなとか、ものすごいいいゲームついてるとかね、多分未使用ですとか、あ、こういうのが僕は出てきた時に、うん、じゃあマジ未使用っていくらぐらいかなってゆえ見ることありますけど、うん、そうですね、あ、まあでも今のぐらいでいいと思います。今ただそのコントローラーなしだけで見たら6000円とプラス送料で今出品されてるんですよ、うん、2,3000 円であればまあ利益出るかなっていう、その本体だけでもさっきの、売れるかどうかで、あ、これ、そうそう、あ、でも4000円ですね。4000円か、じゃあダメですね、うん、はい、まあ、こういう感じでもガンガン入札していけばいいと思います、うん、まあ、自分がやる得意技を決めて、はい、毎日得意技、無限にあるんですよ、はい、仕入れて売る商品、そうなんです、あれ無限に新しいことやったら、はい、いつまで経っても覚えない、そうなんですので、例えばニューファミコンいいやつ5000円以下を毎日する、うん、これ1分で終わるじゃないですか、はあ、これが5、6、10個ぐらいあれば、はい、まあそうですね、はあ、なるほどね、あ、そうやって効率化していくんですね。もう無限にあるんで、はい、得意技決めた方がいいですね。ちなみに美藤さんの得意技は何なの。僕ですか、はい、僕はまとめ買いなんですよ、はい、これ相場が入ってる人はこれいいんですよね、はい、僕はもう全部の機種のセットを全部調べて、それ全部落ち着けて、でその中でいいやつだけを1個だけ1週間に1回取るんですよ、うん、はい、うん、それはもう9時の日曜日のドラマ見ながら撮るって感じなので、そんな苦じゃないんですよ。それも頭に入ってて相場がいくらっていうの、はい、入っちゃってるんで、だからもうそうですよね、はい、真似するのは難しい、はい、だからバズさんなりのキラーパスみたいな、はい、あとないですかな、うん、このこれ仕入れたいみたいな、うん、よく eBay で私見てましたみたいな、eBay で私見てました、なんかソニックとかね、はい、言ってたじゃん、あ、はい、そうですね、ソニックまあまあ見てますね。ソニックどれですか、ちなみにこれ仕入れ、え、仕入れたいやつ、うん、あ、ドリームキャストのソニックアドベンチャー2、はい、はい、調べましょう、はい、ソニックアドベンチャー2いくら以下なら買うんですか。意外と高く売れるんですよね、あれ、まあ、ね、あ、それじゃあ今 eBay で見てみましょう、はい、はい、ソニックアドベンチャーと2もあるんで、そうなんですよね、はい、ソニックアドベンチャーこの子と、はい、今のこのこれですよね、はいはいはい、2を狙ってるんですけど、2を狙ってる、はい、2オンリーで狙ってるんです、はいはい、そうなんです、でできればこのボックス付きを狙ってるんですけど、とりあえず2はいくらなんですか。今見た感じ50ドルぐらいですか。そうなんですよ、でもなんかヤフオクの落札相場を見るとやっぱり2000円ちょっといってることが多い、まあ、それはいいんですよ、それは全然いいんですけど、ちょっとまずいくらで仕入れるのかっていうのを見てもらう。なるほどね、はいはい、2000円でじゃあ2000円でいいんですか、ビートさん限界値出してほしいんです。例えば、はい、本当は3000円まででいいけど、うん、2000円ぐらいだったらいいなじゃなくて、限界3000円まで出せるみたいな。なるほど、そしたら、はい、結構出せそうな気がするんですけど、これ送料も含めてですね、はい、送料も含めて普段自分が発送している送料とか手数料とかを引いてですよ、利益を取った上で、ね、3000円ぐらいですかね。どうですか、行き過ぎですか。ちょっと行き過ぎかなと思います。行き過ぎか、
それどういう計算されてるんですか。計算機使って暗算ですけど。そうそう、すごい。すごい。すごい。なんでなんで、いや、はい。まず売れる金額がどのぐらいを見越してるんですか。売れる金額が今見てたらやっぱり45とか50とかぐらいで売れるのかな、うんうん、ここはですよね、尾藤さん曰くやっぱり最安で考えた方がいいとですね、はいはい、それでもそんな感じですか、うん、最安ね。そうですね、53ぐらい、52。あれも入れてますよね、円とドルの円と、なんかざっくりざっくりざっくりです。それもある程度予想した方がいいですよ。56円 ×115 ドルとか125ドルとか今のレートですね。あ、はい、例えば eBay の手数料 ×15% とかマイナス自分の送料と仕入れ、そうですね、うん、そこの計算式っていうのは共有されてるんですか。共有しましたよね、はい、してくれてます。してくれてますけど、ざっくりとしか覚えてないです、うん、いや、ざっくりしてたら何も出なくないですか、はいはい、なんか感覚で、数学なんで、そのスマホの計算機でもいいので、はいはい、やった方がいいくないですか。なるほど。まあエクセルでね、あると思うんですけど、はい、まあ基本はね、はい、とりあえず計算しましょう。53ドル送料込みですね、はい、為替相場どのぐらい入れますか。今125円なんですけど、ちょっと実は低めの方がいいかなと思います、うん、122とか120とかちょっと低めにしといて、じゃあ120いきますかね、はい、で何を引きますか。送料、まず eBay の手数料なので 15% ぐらいとして、じゃあかける 0.85、 それが手数料引いた手元に残るまず金額ですね。そっから自分の仕入れ値と送料を引く感じです。送料は2400円ぐらい、はい、2400円、引く2400円、それでいくら残ります。3600円。おお、じゃあ3600円以内で仕入れられれば、はいはい、トントン、そうですね、はい、でいくら利益欲しいのかっていうのを引いた金額を入札すればいい、うんので、まあ、例えばもう最初なんでも500円で出ればいいって考えたらもう2500円だと思います、うん、そうですね、はい、なのでこれと同じ状態のソニックアドベンチャー2を2500円で入札する、うんうん、これを機械的にやればいいだけです。はあ、なるほど、はい、はあ、これ多分、ね、入札すると忘れないんですけど、ウォッチ入れるだけだと忘れられちゃうんですよね、はい、そうですね。今もし出てたら2500円入札しましょう。ない、ないですね。バースデーパックになるとちょっと高くなるんですよ ね。バースデーパックは5000円から7000円ぐらいで売れるので、まあ、さっきありましたよ、あのそう、はい、これ、はい、ちょっとだけ高いですかね、はい、500円分ぐらい、だから3000円ぐらいやったら仕入れてもいいみたいな感じです、うん、そうですね、3000円から3500円、状態受けば3500円と。じゃあ、3000円入札しましょう。はい。あ、でも待って、あの、送料込みでね。はい。だからこれも、ちゃんと計算してたらウォッチ入れる必要すらないんですよ。はいはい、そうですね。そうですね。無駄な判断しなくていい。無駄な判断。だから事前の、その入札するまでの準備段階がボロボロだっていうことですね。いや、それはウォッチ入れて後でやろうみたいな、はいはいはい、後で調べ、その時超キワキワに計算してやるっていうのが眠い時にねやるのが効率悪いなと思って、リサーチしてる時にやればいいのかなと思って。そうかそうか、そうですね、なるほど、わかりました。他ないですか。だってこの状態今日だとね、1個も強いられないんでね、うん、そうですよね、うん、セガサターンの X メン VS チルドレンみたいな、うん、はいはいはい、結構ジャンルばらけてません、はいはいはい、ばらけてます。いや、なんか僕のなんか思うのは、うん、得意技作った方がいいかなと思ってあ、なるほど、どういうことどういうこと。例えばもうファミコンだけやるとか、はいはい、スーファミだけやるとか、今セガサターン、ドリキャスとかでこういろいろこう分散してるかなっていう。なるほど、どう思いますそれ。基本的に得意その機種っていうのは一つ持った方がいいかなと思うんで、うん、それ全然ありですね、うん、はい、まあ、特になんかそんなこう、はい、広いのを同時にできないと思うんで、うん、はい、そうなんですよ、はい、小技なんでね。いや本当に種類がすごい多くていやいや、ゲームって自分から広げてるんですよ、はいはい、マジで。まずあれですね、セガか任天堂だけでも決めたいですね。はい、セガか任天堂かせめてまず、あー、はい、そうなんですね。その中で任天堂の中のファミコンとスーファミだけに絞るとか、分野決めた方がだって同じやつに何回も出くわしてくれるんで、はい、確かに、毎回そうです、ね、あの調べなくていいんですよ。そうなんです、まあそれそう、その通りだと思います、はい、だってゲームなんて何万種類ありますからね。そうなんです、そうですね。でそんですぐ忘れちゃうでしょ。そう、分からんでね。もうね、そうだからね、もう何回も同じこと繰り返してるんですよ。なんかいきなり大西洋に泳ぎ出してる感じ。はい、まあ、まずはインドのため池から、ね、行った方がいいかなと思います。なるほど、そうですね。じゃあおすすめどこだ。
尾藤さん、ね、おすすめですか、はい、どっちがいいですか、逆にまず任天堂とセガだったら。なんかあの感覚的に、まあ、普通の人がね、はいはい、あの任天堂とセガどっちがいいですかっていう問いはね、あの一生されることはないんで、感覚的になんかどっちが取りやすいかなっていうか、覚えやすいとかでもいいんですけど、そこにソニーは入らないですね。ソニーでもいいですよ、プレステ。あ、プレステはないですね、はい、ないですか、はい、ちょっと分かんないですね、はい、でずっとやってたのは任天堂のやっぱりマリオとかやってたんですけど、あ、なるほど、じゃあそっちでいきますか。でもなんか、はい、あ、そうですね、その方が分かるか、本体とかも、うん、セガはあんまりよく分かんないですね、はいはいはい、じゃあそう言われてみたら、はい、任天堂で、はい、でゲームキューブ、ファミコン、スーパーファミコンとか、うん、スイッチとか、はい、任天堂64とかいくつかあるんですよ、うん、その中でやっぱある程度2つに絞った方がいいかな、それかもしくは1つ、もう本当に1つだけ、1個がいいと思いますよ、1個がいいですかね、例えば、はい、ゲームボーイアドバンスだけど、はいはいはい、だからもうあんまりこう大きすぎると処理しきれないなるほど、何回も言わないでいや分かる、僕もそうなんです、はい、まあ、その中で言うとじゃあ売れやすいのはやっぱりスーパーファミコン、うん、スーパーファミコンは売れやすいかなと思います、はい、スーパーファミコンだけ絞りましょう、はい、分かりました、スーパーファミコンですね、はい、分かった、じゃあスーパーファミコンの相場を見て、はい、ここまでの値段じゃないと仕入れられないっていうのを決めて、うん、はい、うん、で入札しちゃう、あ、そうです、そうです、うん、はい、ということですね、うん、1個やってみましょう、はい、そうですね、スーパーファミコンの本体コントローラーソフトあるんですけど、はい、本体から攻めていくのがいいかなと思います、はいはい、あ、もう出ましたね、これはちょっと汚いんでもうこの辺とかはその業者とか僕とかもそうなんですけど100台とか一気に仕入れちゃうんですよ、あ、それで10円とか50円とかめっちゃ安いですよね、はい、だからこの人はそれでも利益が取れるみたいな感じなんで、これでも本体難しくないですか、そしたら、はい、本体は、やっぱちょっと綺麗なのに絞っていくとか、もしくはセットにするとか、これ高い順に並べた方がいいんですか、いや安い順に、基本的には安い順です、あ、違ってます、うん、この辺だとあれですかね、うん、はい、良さそうですかね、どうなんですかね、これ綺麗でやっぱりこうコントローラーもついてるので、はい、いい感じですよね、うん、で全部でセットで109ドル、いやこれは多分いろんなセットを作ってるんですよ、この人が、うん、バリエーションで、うん、あ、はい、アーリーモデル、あ、初期モデルとか後期モデルとかっていろいろあるんですけど、いっぱい持ってるんですね、そう、ケーブル付きとか2コントローラー付きとか、これバリエーションでやってるので、じゃあちょっと違う、うん、もしくはもうソフトだけにもう絞るとか、はい、うん、ソフトだけに絞った方がいいと思います、はい、じゃあソフトだけに絞りますか、ソフトやっぱちょっと高い順にしてみるっていうのは一つかもしれない、うん、高い順で利益額が取れる、かもう本当になんか100ドル付近とか、うんうん、こういうのはもうないじゃないですか、はい、そうですね、いける値段帯決めた方がいいんですか、そうですね、このレンジが決めれるんですよ、はい、これですよね、そこで、はい、100ドルから200ドル、はい、100 1万円から2万円とか、なんかその辺が多分儲かりやすい価格帯だと思いますからね、この辺ですね、この辺から調べていく、あとはもう上から出ますね、上からどん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 見ていくって感じですね、とりあえず見て、その、はい、スーパーファミコン、悪魔女ドラキュラ X、 あ、これですね、はい、いくらでしたっけ、158ってことは、ね、うん、あ、そう、ちゃんと計算が、そうよ、覚えてた覚えてたよ、 158×120 足す送料2510円、かける自分の銀行口座に入ってくるのが 15% 控えた金額なので 0.85 は21093、うん、引く送料18693000円600円いって今はね、ヤフオクに出てるんで、はい、どうですか、この12100円のやつとかあって、うん、これ仕入れたら勝ちじゃないですか、勝ちですね、何が入ってるか、カード、これは内箱とかがちょっと入ってないですね、あ、透明のケースですよね、はい、画像のものがすごい、はい、あ、こっちはやっぱりハガキも内箱も、あ、これもついてるんで、おそらくもう少し上がるかなと思います、うん、これちょっと傷ありますけれども、うんうん、なんかさっきのって何が入ってるんでしたっけ、もう一回多分もしかしたら悪魔女ドラキュラ X を調べ直した方がいいと、はいはい、それは調べた方がいいです、まあ、落とし穴としては、はい、こいつがめっちゃ高く売れてる可能性あるんで、はい、悪魔女ドラキュラ XX だけでいいんで、それをコピーして検索、お、早くなりましたねそうでしょ、でソールドミックとか、まあ今のやつ、あ、それはでもね全部高いんでいいっすね、そうですね、はい、今出てるのは全部高いですね、うん、でソールドを見た時に、はい、そうですね、めちゃくちゃ安く売れてる可能性もある、はい、そうそうそう、同じ状態のものが、なるほど、はい、あ、でも158が最安ぐらいの気持ちですね、あ、そうですね、あ、これいけるいける、うん、行きましょう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 、分かりました、じゃあこれを入札、はい、これですね、はい、いくらまでいけるんでしたっけ、
8万、1万8000円だったんで、もう僕は1000円でも利益出たいんで1万7000円ぐらいで印刷しています、はい、でこれ1万5000円でいけたらね、はい、いいんで、そうですね、あこれあれ税込みになるから1万、はい、あそうかそうか、5000円ぐらいですかね。1万5000円。ちょっと送料もかかる、うん、そうですね。そうですね。4000円か5000円ぐらいかな。1万5000円。いきましょう。はい。感覚でね。感覚で。はい。あれならなかったね。これでいいですよ。これでいいんです。で、うん、確認です。はい。これでね、送料込みでちょうど1万7000円ぐらい、うん、はい。はい、OK です。はぁ、なるほど。これをもっといっぱいあったじゃないですか。はい。その下も。もうでも全部ちょっと高いんですよね。1万2800円のやつはどうでしょう。もう外箱がちょっと色あせちゃってるんですけど、中身はいいですね。そう、中はいいんですよ、これワンチャンいけるんだよ、ワンチャンいけるかもしれないですね、箱あ、あずさん塗るかね、塗り絵で塗って復活みたいな、リペア、リペアビデオあとその前のやつも1万2000円あったじゃないですか、これもどっかで100円調達すればいいですよ、あの内箱、あ、内箱、内箱でも、そっか、はがきないですけどね、はがきないんですけど、多分いけるはずです、内箱なんかどこでもあります、ね、内箱もハードオフとかに行って借り取ればこれもじゃあ言っときます、はい、1万制限でやっとけばいいんじゃないですか、うん、一番怖いのがちょっと高額のってね、たまに偽物があるんですよ、どこで見分けるんですかそれ、ちょっと綺麗すぎるのが気になるんで、カートリッジにしてもらっていいですか、カートリッジ多分大丈夫だと思います、ああ本当ですね、トアがやってこないでしょそれ、じゃあ、はい、入れちゃいますよ、はい、箱は買わなきゃいけないから、ただでも100円ぐらいで仕入れられればいいから、うんうんうん、まあ、1万3000円ぐらい、1万3000円ぐらいでワンチャンありかもしれないですね、あそれよりね安く仕入れられたら勝ちみたいな感じ、はいはい、じゃあいっちゃいます、いいです、もうこの調子でいけばもう、はい、うん、すぐ100万利益で、そうですね本当ですか、だからもうスーパーファミコン の、 あのソールド利益から全部やっていけばいいですよ、うん、一つ一つ単純に、あそこを見て一番上から順番に、はい、あの入札していって、はい、じゃあ1日100個目指して入札、まあ、そうですね、あの目指すのもいいし、まあ、今ほらせっかくやったじゃないですか、うん、熊城ドラキュラは1万8000円でしたっけ、うん、はいはいはい、まあ、まあ、そうですよね、1万6000円以下で仕入れようっていうのが分かったわけだから、はい、それをどっかに買い取りください、そうですね、そうですよね、そうですね、それは絶対、うん、それが相場感です。それは、はい、そうですね、はい、でそれがやればやるほどこう自分で実際に入れると覚えるんですよ、覚えますね、これねウォッチ入れておくだけでも覚えないんでマジで、わかりました、勉強になります、はい、勉強になりますこんな感じでいけますかね、伊藤さん、いけます、50万、うん、だんだんなんか声がちっちゃくなってる気がするんだけどあのちょっとだいぶなんかこの忘れてる感があったのであでも多分いけるはずです、これですぐ忘れちゃうんでねこの今回でもう絶対忘れないように頭に入れていただいて、はいはい、おじさんおばさんのための eBay 輸出講座でございましたすいません、ね、本当にでもこれでね今月そうですね、行くんでスーパーファミコン絞りましょう、もう、うん、僕それがいいと思います、うん、分かりました、これあずさんだからっていうわけじゃなくてもうほとんどの人はそれがいいと思いますけどでもうスーファミ極めたと思ったらファミコン行くとか、はい、ゲームボーイ行くとかがいいかなと思いますけどね、もっと絞ってもいい気もしますけど、僕スーファミの中でもロールプレイングだけ行くとかあマリオだけ、まあマリオだけねきついか、うん、コナミだけ行くとかね、そうっすね、知ってる人はもう最初から幅広く行く人もいますし、うん、それは人それその相場帯ですよね、今、1万円か2万円ぐらいで売れているものって絞ったんで、はい、スーファミで eBay で1万円台で売れているものっていうので絞ってるんで、そんな多くない、多分何百個しかないと思うんで、それはもう全部いっちゃう、うん、ちなみに eBay でどんぐらい出てるんですか、スーパーファミコンで1万円台で売れているもの、404個しかないです、うん、あここか、あここですね、うん、だから404全部見たいわけです、なるほど、まだまだあります、ちゃんとこれがまぐれでこの値段で売れてるわけじゃないっていうところを見て、はい、ヤフオク行って、はい、っていうことですね、うん、そうそうそう、はい、まあ、この辺を全部やっていけば、これすごいいっぱい売れてますね、はい、フロムタイランド、はい、初めて見ましたけどこのゲーム、これちょっと怪しいですね、怪しいね、うん、あそうなんだ、はい、あこんだけいっぱい、ね、400個あるんでまとめみたいのもありますけど、うん、それはちょっと最初は無視しましょう、あ、はい、あまたファイナルファンタジー、はい、これほら私1個目売れたやつ、うん、超綺麗なバージョンですかね、はいはい、そこもちゃんと調べ、はいそうですねちゃんと調べます、次回までには eBay で1万円台で売れているスーパーファミコンソフトを50万円分ぐらい仕入れていただいて、はい、そしたら売上100万ぐらいいっちゃうんじゃないですか、利益30万余裕ですね、そうですね、この今撮ってるこの月は50万、その次は100万、前祝い前祝いはい、ありがとうございます。
ということでね、はい、まあちょっと始まった時はね、ちょっとびっくりしましたけど、一応まあ、そうだ、4月売れたんですよね。売れたんですよ。これを聞こうと思って。そうなんですよ。実は4月売れたと。おめでとうございます。3月はゼロだったけど。そうなんですよ。売れたんですよ。4月、ちょっと何が売れたか見せてください。はい。はいはい、でそれを最初に聞こうと思ったら忘れてた。なんかこれね、なんかあずさんをいじめる会みたいな。実はもう売れてるんですよ。売れてます。こんな感じです。結構売れてますよ、ほら、だから。え、はい、だから売り上げで言うと6万ぐらい出てますね。6万ぐらい売れてるんですよ。おはい。あ、全然だから、利益出てる。利益は少し。1万出てる。はい。1万ぐらい。1万弱ぐらいか。おー。はい、おー、じゃあ、はい、だからもう、なんか僕も一緒に出た感じします。僕の、はい、そのね、おすすめとしては、はい、売れたやつもう一回売るみたいな、はい、そうですね、はい、これネオジオですか、一番下に、はい、あ、そうですね、はい、これゴールドリミティデーディション、はい、どこに売れたんですか、これ。これサウジアラビア、サウジアラビア、オイルオイルのやつあ、でも売れてるので、はい、あの全然悲観することなくやっていただければ、はい、と思います。トートの人は売り上げ上がらないんで、ね、始めても、うん、実は、うん、売り上げ上げる前にやめちゃう、もしくは始めない人が 99%、うん、落としてあげるわけじゃないですけど、うん、売り上げ上げてるだけで100人の中の1人が入ってすごいピラミッドで言うとトップです。すごい、そうです、本当にそうですよ。副業ピラミッドで言うと今トップにいます。副業1万稼いでる、はい、実際に動いて、はいはい、いや、本当にそうですよ。本当ですか？本当にそうです。え、ちょっと嬉しい。いやいや、本当にスタートしない人が多いんですよ、うん、だってこの YouTube 見てる人多分ね、じゃあ5000回視聴されましたって言って、うん、じゃあ実際に稼いでる人、はい、そのうちの 1% だと、うん、ですよね。頑張りましょう、ね、みんな、はい、やればできる。そうです、ね、まあでもこのね、1万円って金額を30万まで、うん、そうですね、やるまでビトさんが、はい、面倒見てくれるんで、はい、よろしく。ありがとうございます。大丈夫です、頑張りますやりましょうはい、ということでね、はい、長くなりましたけど、まあ多分前後半に分かれているところで、もうどんだけ取ったんですか、はい、そうですね、はい、尾藤先生によるあずさんの添削ですね、はい、これだけにしておきます、はい、ということで、まあずさん頑張れっていうねコメントがありましたら、はい、ぜひね、あのコメントよろしくお願いします。あと、いいねもよろしくお願いいたします、はい、あと尾藤さん、eBay のね、輸出のウェブセミナーやられてますので、はい、ぜひ eBay 輸出やってみたいなって方がいらっしゃいましたら、尾藤さんのウェブセミナーを受けていただければと思います、はい、あとあずさんのですね、他の動画概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ見てください。あと、まあビートさん YouTube もやってるんだ。そうですね、はい、あのビート YouTube 最近絶好調なんでありがとうございます、皆様めちゃくちゃ視聴伸びてるんで、ね、ありがとうございます。はい、ぜひあの、はい、なんかちょっとマニアックなことばっかり語ってるんですけどあのそういうのが好きな人はぜひ見ていただければと思います。はい、はい、では最後まで見ていただいてどうもありがとうございました、はいはい、また次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。はい、ありがとうございます。